自分に残された時間って本当に貴重なものだから、うん、他人に気を使って、うん、その時間を使いたくない。そう、ね、人に心を使うことはあっても、うん、僕は気を使ってはいきたくない。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。まあ そういう人たちに対して僕が、うん、その話に付き合う時間もったいなくない、うん、そうですね。だったら一言、いやそうなんだよねで終わらす方が、あ、まあそうですね、よくない、うん、だって時間もったいないし、うん、ああもうガクツさんだからできるんですよ、うん、それに対して、いやいやそうじゃなくてさって、こうでこうでこうでっていうのをその人たちのために1時間話して、その人たちがどれぐらい理解して、でそれを行動に移してっていう可能性ある。僕は自分がその可能性がある人であれば、自分が本当に育てたいと思う人であればその話をするよ。だけどたまたま同席して、たまたま食事の席で会ってね、その話をこの人にわざわざ理解させなきゃいけないわけでもない、関係ない。でそういうふうに言われた時に、僕は僕の時間が一番大切だから一言で終わらせるよ、うん、そうなんですよって大変なんですよモテてってなるほど。そしたらもうそこからその人話してこなくなるし、うんうん、僕は僕の時間を有意義に過ごすために常に何をしなきゃいけないかって行動してるし、うん、自分の時間って、自分に残された時間って本当に貴重なものだから、うん、その他人に気を使って、うん、その時間を使いたくない、うん、そう、人に心を使うことはあっても、うん、僕は気を使ってはいきたくない、うん、そうですね、うん、そう考えると、そうですね、どういうふうにこうだよっていうものを提示しても、まあ、受け取り方し相手次第でそれを汲み取れる人、あ、そうなんだ、じゃあ自分もやってみようと思えるパターンとそうじゃないパターンってあるじゃないですか、うん、まあ、ガクトさんの周りの若い、例えばビダル君たちみたいな、ビダル君最悪多分ガクさんが刺しに行けって言っても、お前死ねって言っても多分死に行くと思うんですよね、うん、だから逆にビジネスこれやってみろ、やれってやれと言い切ればじゃあやりますってなるとは思うんですけど、でもなんかその直接の関係値がないところ、まあ本を読んだ人とか映像を見た人とかっていう人を動かすって、要は動くまでの伝え方ってこうどうすりゃいいんですかね。僕は人を動かすなんていうのはおこがましいと思ってる、いつも。何が一番難しいって言われたら人を動かすことだと思ってる。そうですね、うんうん、だから僕は自分がいつも最初に動くわけ。ああ、背中で見せるスタイルってことですかね、うん、てか自分が動いた方が早いって思っちゃうから。あ、で後でついてくる人間に、じゃあ今回はお前なって仕事を任せるわけで、うん、なんていうのかな、うん、じゃあ行きたい人行くよって言って、この指止まれって言って、うん、躊躇してる人は僕いらないから、うんうん、ああなるほどなるほど、うん、で別に読んだから成功するわけじゃない、うん、この話をこの映像を見たから成功するわけじゃない、うん、動いこの話を元に動いて何かあった時にこのことを今僕が話してることを思い出して、あ、こういう思考で行こうって思えた人たちが残っていくだけの話であって、うん、なるほどなるほど。多分時間がもうあんまないと思うので、すごいバーッとした一問一答みたいなあれでちょっと聞くこといいですか、はい、どうぞ。一言で答えるとするならばで、はい、こう大喜利じゃないですけれども、うん、これすごくバッサリっていいの？バッサリでいいです。結構嫌なやつに感じるかもしれないけど大丈夫です辛いことや苦しいことがあるとき、そこから抜け出すにはどうすればいいですか？またそれがうつ病のケースの場合はどうすればいいですか？辛いことや苦しいことがあったとき、そこから抜け出す、うん、気持ちが落ちちゃうぐらいな。僕はどんなことがあっても5年後には笑い話になると思ってる。あ、なるほど、うん、だから笑い話にするためにはどうして生きていかなきゃいけないのかっ
ていうことを考える、うん、そのための行動を取る。だからいちいちそこの辛いことがあった、苦しいことがあった、そこからなんとか抜け出してっていうような、そもそもそんな思考にいない。なるほど、分かりました、ありがとうございます。ガクトさんは今まで黒い噂やスキャンダルが取り出されていますが、うん、なぜですか。やっぱオラついてるからかな。ガクトさんが挑発的な態度を取られたり悪意のある行動を取られた時に、やられたらやっぱやり返しますか。昔はやり返してたかな。昔はね、あの若い頃は切りやすかったから、はい、今は挑発的な態度取られても、挑発に乗らないかもしれないね。なるほどなるほど。まあなんだろうな、ちょっと大人になったのかな。ちなみにその次の質問が、ガクトさんが相手を殴りに行く時の、潰しに行く時、殴りに行く時のボーダーラインはどこですか。まあ、現状でいいです。昔だとボーダーがないと思うんで。現状、うん、自分の仲間に危害があった時、もしくは危害があるであろうと想定された時、うん、先に潰さなきゃまずいなと思った時。なるほど、うん、次の潰しに行った時の話をっていうのはやめときましょう。ガクさんが自分を嫌いになることってありますか。もともとすごい嫌いなとこから始まってるからね。あ、そっかそっか。すごい嫌いなとこから始まって、でも結局この体でこの自分で生きていかなきゃいけないんだっていうことに気づいた時に、ちょっとずつ好きになることができなかったとしても、一つ一つクリアして、ちょっとずつ嫌いであることをやめようって思ってからは、なんか自分に対して褒めてやれる部分も出てきたよね。お前やるじゃんみたいな。なるほど。じゃあ次ので、些細なことが気になる自分が嫌でもっと強くなりたいって思う時、心を鍛える方法ってあるんですか。些細なことが気になるのは余裕があるからだよ。ほう。余裕がなくなるほどいろんなことに没頭してないからだよね。なるほど。ああ、なるほど。そうですね。そう、どうでもいいことが気になる人って時間が余ってんだよ、うん、余裕があるんだよ。考える余裕がある。考える余裕もないほど忙しい人や、うん、何かを没頭して、うん、追われてる人、そんなね、些細なことを気にしてる暇ないし。そうですよね。これが鬱になるとどうですか。鬱って理由なく落ちちゃったりするじゃないですか。そこにかける言葉ってあるんですかね。まずは食生活見直そうって。はあ、うん、結局さ、日本の5大死因って、うん、癌、心臓病、脳卒中、糖尿病、自殺じゃん、うん、自殺って心の病気なんだよね、うん、ね、で僕は全ての思考を正しく持てって、これはいわゆる脳において必要な思考っていうビタミンみたいなものだと思うんだよ。ところがその思考っていうビタミンを持ってても体そのものが、まあ、糖化してたりとか、うん、まあ、だらしない生活してたりとか、一般的な、まあ、普通に米食って、うん、ね、パン食ってラーメン食べてっていうのが当たり前にして、運動も大してしないでバランスも考えないでっていうような生活をしている人が経営者になりたいんですって言ったとしても、その食生活でって言うかも。まずはそこからっていうことなんですね。うん、だって自分の体管理できない人間が会社管理できる、うん、そうですよね。無理だよ。なんかおこがましい。自分の体管理一つできないのに、うん、どうやって人の命預かんのって、うん。次がですね、決意が揺らぐとき、そこを揺るがさないためにするコツってありますか。なんで揺らぐの。でも普通はいっぱいあると思います。こうしようと思っても翌日に揺らいじゃってることっていうのは一般的にはものすごい多いと思います。それはさ、その夢が明確じゃないからじゃないの。うん、自分がなりたいことやなりたいものが見えてないから揺らぐんじゃないの。
でそこのなりたいもののイメージを明確にするみたいな。僕はそれをもっとビジョンを具体的にするべきだと思うよ。なるほど、なるほど。要は自分がこうなりたい、こうなってこうしたいっていうことがしっかり見えていれば、ここから逆算してやらなきゃいけないことがたくさん見える、うん、でも自分の目線は常に目の前じゃないんだよ。目の前にあるハードルが自分の目線の先じゃないんだよ。自分の目線の先は常にゴールなんだよ。だからゴールを見てるから、何殴られようがつまずこうが、いやここ見てれば、うん、ここになった時の自分を想像してウハウハしてれば、うん、楽しいよねっていうことですね。なるほどなるほど。次は努力を認められたいのに、まあ、要はそれの合わない上司がいて、その自分を否定する姿勢にある人、そんな、まあ、上司含め同僚含め職場の人たちに認められるようにするにはどうすればいいんでしょうか。まあ出る杭は打たれるけど、例えばそのちょっとした結果もその上司にとっては出る杭なんじゃないの。だけど出過ぎた杭は誰も打てないからね。そうですね。だったらもう否定できないほど結果出してみたら、うん、なるほど。でもなんか努力の過程自体を評価してもらいたがる若い子も多いですよね。うん、過程はね自分で評価すればいいじゃん。なるほど。おお。正直僕は誰かが頑張ってるとか、うん、こんだけ頑張ったのにとかっていうことをよく言うけど、いやそれさ、頑張るのはお前ができないからじゃないのって、うんうん、僕は頑張れって一言も言ってないぜって、うんうん、別に何か課題を与えたこと、それができるんであれば、うん、頑張らなくてできるんであれば頑張んない方が良くないって、うんうん、むしろ頑張らないとできないからみんな頑張るわけであって、うんうん、その頑張る行為が必要だからお前頑張ってんじゃないのって、うんうん、それはお前が必要だから頑張ってるわけで、うん、それを誰かに認めてほしいとか、うん、それはお前の無能を出してるだけなんじゃない、うん、社会に出て自分の専門本業以外において何かを学ぶとき、広く浅くなのか狭く深くなのか、知識欲っていうのをどっちの方向に持っていくべきですか。広く深く。わかりました。次はですね、現在事業をやっていない自分が副業なので年間500万円の収入がある売り上げを立てるには GACKT さんなら何をしますか。まあ、サラリーマンで副業で500万円稼げと言われるわ。そのこの彼には条件項目が足らなすぎるね。まず棚線はいくらあんのって、そこがまず書いてない、うんうん、そうですね。ゼロでゼロから500万って言われると、そうか、それは結構大変ですね。しんどいね、うんうん、だいぶ、うんうん、例えば元手が500万ありますっていうのと、ゼロで 500万をって言われると条件が全然違う。そうですね。300万ありますと仮定するならばどうしましょう。300万、元手が300万あって年間に500万。そうですね。ってことは、とりあえず500万稼ぎたいと。ってことは月に42万ぐらいでしょ、はい、ってことは1日に1万5千ぐらいでしょ、はい、まあ、1万4千ぐらいか。で、まあ、本業もあるんだよ ね、 本業もあるんだよね、はい、まあ、週末はありだと思いますけどね。まあ週5、そうだな、本業があって、あと自分残された時間がどれぐらいあるのかにもよるけれども、うん、Don't forget to always walk on the wild side.